聖板モロコシは稲科の普通に見られる雑草の一つ。英語名は、ジョンソングラス。聖板モロコシは単子用植物稲科モロコシ属の多年生植物である。草丈は0.5から2メートル程度になり、地下の根茎を伸ばして群生する。葉は細長く縁はざらつかない。夏から秋に、塩水過剰の多数の小布をつけた15から50センチメートルの、穂を出す。 小ボには毛があり、長さ4から6ミリメートルでありがらと、無柄のものが混じる。一般的に使用されるクリホサート除草剤に薬剤抵抗性を持つものの出現がアルゼンチンとアメリカ合衆国で報告されている。地中海地域のヨーロッパ、中東原産で1945年頃に侵入した気化植物である。日本では東北以南に分布し、二十歳、牧草地、 道端、河川敷、果樹園、荒地などに生え、世界の熱帯から温帯地域に分布する。霜や乾燥などのストレスによりシアン化水素を植物体内に生産することや、硝酸塩を含むことから、日本では飼料としてほとんど栽培されない。根茎、種子の両方で繁殖するため、二十歳、 牧草地の境外雑草となっている。葉は太くて丈夫で子供のザリガニ釣りなどの釣り竿に用いられる。ありがとうございます。